チャオ、あっちゃんです。今日ちょっとね、変わり種の、なめたけを作りたいと思います。はい、ひらたけでなめたけを作るね。作り方はいつもと一緒です。作っていきましょう。まずお鍋にね、調味料はええけど、目分量でいきましょう。今日からちょっと醤油はね、新しくなります。アスカちゃんに以前にいただいた、大徳醤油の一番いいやつ。時あるべしって言ってね、国産の厳選材料を使って、普通の醤油の倍ぐらいですね。すごいいいお醤油ね。これいつか使いたいなと思ってて、初めてなんで、ちょっと味見したいと思います。おぉ、あ、すごい、醤油本来の、すごいいい旨味がしてる。これね、大さじ3ぐらいなもんかな。みりん大さじ3ぐらいでも目分量でいきますね。お酒大さじ3ぐらい、だいたい3、1対1対1で3対3対3でいきます。ここに醤油、砂糖があんまり甘すぎてわかんないけど、甘くなくても仕方ないから、砂糖を大さじ1半ぐらいで、酢をね、好きなだけやねんけど、あっちゃんは大さじ2ぐらい。よし、これぐらいでいきます。これぐらいでいって、これで火にかけて、あ、どうしようか。うん、いいね。火にかけます。沸騰したらね、ここに、ひらたけを入れると、ひらたけをちょっと小さく。このままやるとちょっと大きいんでね。よいしょ。これをね。さにしていきます。もちろんもう一個一個にするんだけども、それだけじゃなくて、ちょっと一個大きいからね、ひらたけの傘を半分に切ったりしていきます。こんな感じで大きい傘をちょっと半分に切って、こんな感じで、沸騰してきたら入れていきます。沸騰させます。そうしてきたら、こんな感じで、ひらたけを入れていきます。こんな感じ、ちょっとね、ある程度ね、あんま大きすぎてもね、食べにくいんで、こんな感じ。小さいやつの方がいいや。ワンパックでも使います。ひらたけまあまあ高いんですけど、まあ高級な、あれ、キノコってことですね。大体ね、2分とかぐらい茹でたら大丈夫ですね。ちょっとこれ混ぜながらね、茹でて、しんなりするまで茹でていきます。これね、キノコ類ってこう、粘りが出るから、なめたけもどんどんするんだけど、せえへんかったら最終ね、もうね、とろみ、あれつけます。ね、片栗粉かなんかつけます。それはやってみるとわからんねん、どんだけ粘りが出るのか。なめたけは出んねんけどね、なめたけじゃないわ、えのきだけは出んねんけどね、そのままで。なめことかはね、でもしめじとかは出えへんから、最終
とろみつけんだけど、ちょっと使えんかな、ちょっとな、2、3分茹でたらなんとかなるかなと思うんだけど、ちょっとあの混ぜるヘラが小さくて熱い。粘りが出へんかな、ちょっと考えます。よいしとろみついたかな、でも。まだ2分もかかな、約今3分ぐらい煮てます。まあ汁気もこんな感じですね、いいかな。もうこれをね、たらーんとしてちょっとだけとろみつけます。うん、とろみついてきたね、舐めだけ完成です。とろみつきすぎた、でもこれぐらいとろみついた方が美味しいよね。よいしょ、いただきます。うわっ、めっちゃ美味しい。あり、これをね、これ吸っておきます。ヒラタケのナメタケ完成です。はい、ヒラタケのナメタケ完成です。いかがでしたでしょうか、こんなんでね、ご飯のともに食べたいと思います。どうも冷ましておいてね、また残ったらラップして冷蔵庫に入れておいても大丈夫なんで、わかんないけど1週間ぐらいはいけるんちゃうかなと思います。はい、まあ、そこは自己判断でよろしくお願いします。まだ1週間もたんよこんなね、ということで、今日のあちゃんのヒラタケで作ったナメタケ、よかったと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。いろんなキノコでナメタケ作っても同じレシピです。だいたい、3:3:3、醤油、みりん、お酒、3:3:3、お酒が2ぐらい、1.5 とかに、そこは好み、酢も1:2とか、その辺自分で好みで、あちゃんは、砂糖が 1.5 の酢が2でいきます。そんな感じでいくんでね。で、とろみのつくキノコはそのまま、とろみのつかないキノコは片栗粉でとろみをつけたら、まあ、それなりになめたけっぽくなるって感じです。はい、今までやった感じではなめことえのきはとろみがつきます。しめじはつかなかった、ひらだけもちょっとつき悪かった。でこれね、まいたけでやっても美味しいと思うし、しいたけでやっても美味しいと思うし、きのこ類なんでもできるね。だからミックスキノコでやっても美味しいと思うしね。そこはみんなのアレンジでやってみてください。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのひらたけでなめたけ作り、よかったと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。